はい、さて今回は質問にお答えしますということで、コメント欄に来ました、質問に対して、お答えしたいと思います。サックスのミキです。この、シリーズもですね、いつの間にかですねシリーズ化しておりまして、今日で何回目でしょうね、ちょっとわからないですけれども、大変、貴重なですね、皆様からの、質問どうもありがとうございます。その質問内容によって動画で伝えた方がいいようなものはこうやって動画にしております。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本題入りたいと思いますけれども、まず、質問内容を読ませていただきます。いつも動画楽しみに拝見させてもらってます。アルトサックス始めて1年になりますが、とても分かりやすく、また、実践的で大変ためになっています。一つ前から悩んでることがあるので質問させてください。オクターブキーを押したソーシャープがその前後のファーやラーと比較すると音が下側1オクターブ下に裏返りやすいです。ラーとかシーとかはオクターブキーを押した状態で1オクターブ下を出そうとしてもなかなか出ません。疲れて口が緩んだりすると特に出やすく、その2音に関しては顎を使ったベンドとかはかけられない。ミスる確率が高いです。オクターブキーのトーンホール本体側の方に水分が溜まることもあるので掃除したりもしますが、根本的には改善しません。しっかり息を当ててアンブシャを緩めなければ大きな支障はありませんが、これは楽器の固有の癖なのか、そもそもこういうものなのか、吹き方が安定していないだけなのかが知りたいです。ちなみに楽器はヤマハの YAS380 です。よろしくお願いいたします。あと、追記がありまして、すいません訂正です。層の下のファー以下も裏返りやすかったですという内容になります。この方の場合はですね、まあ、ここにちょっとね、回答をですねまとめたんですけれども、もともとですねオクターブ上の層というのはひっくり返りやすい音です。レッスンしててもオクターブキーを教えた時にですね、レミファソラシドってまあね、こう教えてですね、その後いろんなこうエクササイズとかやると層がひっくり返りやすいという方多いです。あとちなみにオクターブ上だけじゃなくてオクターブ下の層もひっくり返りやすいです。だから層という楽器は、層という音自体がですねちょっと癖があるんですね、まあ、そこは理解しておいてください。この方が書いておられる通りで、息の圧をしっかりかけて吹けばですね出ます。最初出にくい、オクターブ上の層がですね、まあ、出にくいという方は息の圧が弱いですね。だからしっかり吹き込んで、まあ、強めの音で吹き込めば口もしっかり閉まりますから、それで出やすくなると思います。だから大きな音で慣れたらだんだん小さな音でも出るようにって書いてますけど、まあ、その通りですね。まずですねサックスという楽器はとにかく大きな音でしっかり鳴らせるようにします。でそれで慣れたらだんだんですね小さな音で吹いていく、まあ、そういう楽器です。サックスは管楽器の中では一番音が出やすいです。まあ、簡単です。ただ簡単な分ですね、その質を上げるのにおろそかになる人が結構多かったりします。だから雑な音で吹いてると、なかなかその音が出やすくてね、初速はバーンってつくんですけど、そこから伸び悩むって人多いので、出やすい分ですね、もっとこう音質をね、上げていくとか、そういう意識を持つと上達スピードも上がったりします。でですね、層以外の音もひっくり返りやすい時はリペアマンに見てもらうって書いてますね。不具合がわかりやすく出るとこだそうです。これは僕の義理の弟がですね、姫路でリペアをね、管楽器のリペアの工房をやってるんですね。まあ、僕の楽器もですね全て見てもらってるんですけれども、ちょっとね今日義理の弟に会うたんで聞いてみたら、まあ、僕もねなんとなく体感してたんですけれども、やっぱりソーとかファーとかソーシャープのあたりっていうのは音がひっくり返りやすいとこだって言ってました。でそれが分かりやすく出るとこだから、逆に言うと目立つ不具合なんですね。だからまあ、すぐに対処もいろいろできたりすると思います。であとですね、楽器自体のグレード当たり外れの可能性もって書いてますね。まあ、楽器自体のですね個体差ってどうしてもありまして、まあ、特に YAS380 っていうと安い部類ですよね。まあ、多分下から2番目のグレードですね。 YAS ってヤマハの楽器ですけど、ヤマハってラインナップがね幅広いですね。車で言うとトヨタみたいに安い車から高級車まである感じですけど、その下から2番目が多分380、だ 3なんとかなんとかっていうのが下から2番目ですね。一番下が2なんとかなんとかですね。だから280、380、480みたいな。まあ、例えばこの380で言ったら、280、380、480があって、で、62があって、82Z があって、875があって、875EX みたいな。
ラインナップやったと思いますけれども、それの、下から2番目ですね。まあヤマハの楽器っていうのは安くてもしっかりしてるんですけれども、それでもですねやっぱ個体差は出やすいです。まあヤマハやから品質もいいんですけどね、それでもやっぱあるんですよ。どうしてもですね、あのその外れの楽器やと音が出にくかったりします。でそういう楽器ってね結構あるんですね。でこの方がどうやってこの楽器を入手したかちょっとわからないんですけどね、中古やったらその可能性は結構あるかもしれないですね、残念ながらね。で新品で買ったんやったらその時に選定して買ったかどうかがすごくポイントになります。まあ、そこまでちょっとわからないんですけどね。でも読んだ限りやったら強く吹いて出てるんやったらそこまで深刻じゃないと思います。あのほんまにひどいやつは強く吹いても出にくいですから、特に低音がもうめちゃめちゃ吹きにくいです。僕はまあレッスンの教室とかで多数のですねそういう低いグレードの楽器とかね吹く機会があったので、あのそれは経験則で知ってますけれども、まあ、そういう傾向はあることはありますね。それでですね、まあ、楽器歴の可能性もって次書いてますけれども、まあ、この方はですね楽器を始めて1年ですね。1年というと、まあ、どんだけ上手くなってもやっぱり不安定は不安定なんですよ、正直時期的にね。だからあのまあこう書いてる内容はまあその通りなんですけど、だからあのまだ不安定だから大きな音でしっかり吹けば出るし、小さな音やったらちょっと苦手と。まあこういう方の場合はですね、おすすめなのは小さい音でロングトーンすることです。まあどういう風に普段音出ししてるかわからないんですけれども、こう壁をですね使って吹くのがいいんですよ。特にサックスね、サックスって朝顔がこう前向いてるじゃないですか。で前にボーンと音飛ぶから自分に返ってくるのが実は遅いんですね。だからあの壁連って言ってね、壁に向かって壁と、まあ、自分の距離を、まあ、これぐらいにしてここに壁があるとしね、それでひたすら吹くんですよ。じゃあ吹いた音が前からダイレクトに返ってくるじゃないですか。で返ってくるからすごいモニターできるんですよね、よくね。でそれであとでっかい音で吹いてたらやかましくてとてもじゃないけど吹きつく続けられないですから、だからだん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 軽い音でこういい音色でね吹けるようになっていくんですよ。でそういう動画も僕作ってますので、それをまたちょっとね探してみていただけたらと思います。あとですねちょっとこちら書いてないんですけれども、ちょっと気になったのがオクターブのトーンホール、本体側の方に水が溜まることもあるので掃除したりもしますが根本的に改善しませんってありますけど、本体側というのがちょっとどっち側なのかちょっとわからないですけど、サックスってこう構えるじゃないですか。こう構えますね。じゃあ息がこう入りますね。息の水蒸気がこう水になるじゃないですか。じゃあこっち側を伝うんですね。そうじゃないですか、こう艦体がこう斜めですから、こっちにこう水がねつくというよりは重力につられてこっちに水がビューってきますよね。だからこの辺がよく濡れるんですよ。だからこの辺がよく濡れるから、この辺のねその層とかラーとかのパッドというのは傷みやすいですね。まあ空いてるからまあまああれなんですけど、だからですね、まあこの辺の水取りはまあやった方がいいですね。で特にこのスプーンキーのところは閉じてるし、こう伝ってくるしで結構ベチャベチャになりやすいです。それはもうしゃあないですね。楽器こうやって構えて吹くわけにいかないんで、だからこう構えて吹きますからね、こういう状態ですから、こっち伝ってくるに決まってるじゃないですか、こうね。だから多分こう伝ってこう伝ってってなるんですよ。だからそれはまあまあありますね。でそれによってなんか改善は多分あんましないかなとは思います。だからですねまとめると、まず壁に向かって普段から練習すると。でその音がちっちゃくなるわけじゃないです。密度が濃くなって遠鳴りする音になっていきますから、いい音になりますからね。だから質を上げるという意味でもちょうどこの方は1年ぐらいのキャリアがあるからいいんですよ。だから壁に向かって普段から練習して、でそれと同時に楽器を一遍リペアマンにちゃんと店に行って見てもらって、自分の楽器がどういう状況にあるのかというのをしっかり調べてください。じゃあですね、まあ、このような感じでどん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 質問はですね、気になることっていうのは特に緊急事態宣言出てるこの昨今はですね、外に出歩いたりとかですねできないから、なかなか聞く人に困ってると思いますので、僕はですねこういう質問大歓迎ですから、どんどん、質問していただけたらと思います。でその、質問する際はですね、ぜひ詳しく、この方も詳しく書いていただいてるんですけど、詳しければ詳しいほど、なんか長ければ長いほどですね、僕としては助かります。まあ僕はコーチングとかもやってるんでね、詳しくですね情報をもらった方がもっとね的確なこと言えますから、だから遠慮なく長いコメントで構いませんので、詳しくですね自分の状況を書いていただけたら、もっともっと的確に質問に答えるように頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。それではですね、この動画良かった方はグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。